風味、思った柔らかい関わり方ですね。そう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 、なんかね、派手じゃない、派手じゃないというか、見た目よりもナチュラルにかかってくれる気がします。 DAW レッスン、堀田です。鈴木です。今週のプラグイン、はい、今回はですね、プラグインアライアンスの、はい、デンジャラスバックス EQ をご紹介します。はい、これも実機あるやつですけど、はい、そうです、実機あるやつです。珍しいですよね、こうモダンアウトボード、うん、そうですね、なんかあんま見ない現役モデルですもんね、デンジャラス。そうですね、全然評判いいですよね。置いてあるところもちょいちょいあるような感じがします。はい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 、はい、今回こっちの、デンジャラスのバックス EQ は、はい、ミックスっていうのとマスターっていうのと2つあります。あ、コンフィグレーションが2つあるよっていう。そうです、そうです、はいはいはい、はい、で今回、まあ、ツーミックスだったので今はマスターっていう風な状態で触ってるみたいな感じになってます。ミックスだと片面、あー、なるほど、あれ MS なのかどうかっていうことです。はいはいはい、あれと一緒ですね、あの BX デジタル V3 みたいな。あ、そうです、そうです。まあ、なんで、まあまあどっちもやることは一緒なんですが、はい、特色としましては、こいつはカットすることに意義が出てくるんじゃないかなと思ったりとかする次第です。まあ、持ってもいいと思うんだけど、はい、削ってってあげるとなんかミックスの場合だといいかなっていう気がします。ベースに使います、僕はよく。ミックスを、うん、うんうん、ミックス版、バックス EQ のミックス側、要は上段側ですね、はい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 、上の方に関しては、カット方向で使ってったりとかするような感じになってます。使い方、まあ、簡単ですね。ここでカットでシェルフがこうなってて、うん、どうするか、うんうん、逆側もそうですね。こっちはハイ側の方になってます。でどうするか、ハイドローの2番だね。そうです、 2択しかないですね、はい、でアウトプットの原因っていう風になってるんですけど、はい、この上なく簡単というか、うんうん、見た目で、まあ、なので、あの積極的に使うっていうよりか、どういう風にフィルターとして使うのか、うん、今僕がさっき言ったカットで使った方がいいんじゃないかっていう話をしてるのは、そのフィルター的な使い方としてカットしていった方がいいんじゃないですかっていう言い方をしてました、うんうん、ローカットするっていう。そうです、そうです。逆にそこで、はい、いわゆるデジタル EQ 的なものでカットするよりも、はい、バックス EQ を使う理由って何かあるんですか？なんか使ってみていいなと思うからなんだけど、完全にこうなんていうの、カーブとしてこういう風な数値でどうなるとかなんて考えてなくて、普通にちょっとずらしていくだけで、あ、これ綺麗に、なんかいい感じになるなっていう風なのが聞こえてくる気がします。はい、うんうん、実際にねじってみましょうか。そうですね、まあまあ、大事なのは実際のサウンド変化ですね。そうですね、うん、で、まあ、カットしてみますわっていうので、こんなような変化をするわけですね。はいはいはい、なんか派手にドーンって消えていくわけでもなくないですか。うん、あの風味、思った柔らかい関わり方ですね。そう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 、なんかね、派手じゃない、派手じゃないっていうか、見た目よりもナチュラルにかかってくれる気がします。はい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 、なのでなんですかね、いい感じというと塩梅よくと言いますか、うん、かかってくれるような感じ。なんか見た目のいかつさとは、そうですね、バツンって切れそうな感じなんですけど、うん、そうじゃない、デンジャラスって言ってますからね。そうだねなんだけど意外とそうでもないかもしれない。うーん、柔らかく、あの、なんていうかな、いなくさせてあげたりとかしていけるかな、うんうん、ブームになんつうかプラス方向にもかけていっていいと思うんだけど、はい、個人的にはカットする方が自然でいいなと思います。うーん、何音で使ってるんですか、カットして。ローカットしたいっていう、少しブーミーになりすぎているものを抑えてあげるみたいな気持ちですね、うん、あ、切り切るんじゃったら多分それこそプロ級とかでいいんだと思うんですけど、うんうん、逆にこれ攻撃をいじるとどういう感じになるんですか。攻撃も攻撃でいい、攻撃は逆に上げた方が好きです。これなしにしますね。で、そんなに派手にどうこうなる系じゃないと思うんですよ。うん、やっぱマスターの EQ って感じですね。うん、でもこれもミックスのセクションっていうような かかり方をしてるんですけど、文字としては、うん、でもそんなになんかギャンって感じではないです。ちょっとリッチな感じになるんじゃないとか、そういう印象ですが、なのでちょろっと隠し味的に使ってあげるといいんじゃないかなっていう気がします、うん、なるほど。これマスターコンフィグレーションになると、はい、MS ができるよっていう。そうです、そうです。なるほどなるほどなるほど、うん、なので、まあ、そこでも少しあのモノラルセクションにこう、まあ、なんですかね、帯域分けたりね、分けてあげたりとかっていう風にすると
いい感じになりやすいかなと。あ、いいっすね。こういうかかり方をするハードの EQ が欲しい、うん、かかったらいいよ、まあ、間違いないですね。これですからね、はい、はい、かなっていうふうに思うので、まあまああとまあそうですね、ここで持ってって少し削ったりとか、まあ、プッシュした分の分をアウトで少し上げてあげたりするとまた気持ちよかったりします。うーん、なるほどね。なんであの使い道で何なんだこれはっていう風になったら、まあ、悩むかもしれないんですけど、うんうん、まあ、フィルタリングなのか、そのちょっとした味付けなのかっていう風な、まあ、二択の考え方で持ってってあげると、うんうん、ミックスにもマスにも使えるのかなっていうような印象でした。なるほど、はい、という感じでございます。そうですね、あとなんか特筆して楽器でこれがいいんだよっていう風に思うと、まあ、ドラムかな。あとはドラムのステムに、うん、に少しやっぱこの何ていうんですかね、少しの味付けみたいな感じです。あ、でもさっきの広域いじった時って、うん、マーグの優しい版って感じが。あ、そうですね、なんかあのガバキンって感じじゃないんですよ、うん、ナチュラルに聴いてくるっていう、なんかこう何ていうかね、不思議な感じです。これはちょっとイコライザーって結構聞きが良かったりすることに至上主義だったりしません？割とそうですね、パキッとかかるの方が、うん、分かりやすいから、はい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 、でずいちそっちに行っちゃう。なるほどね。僕は結構なんかこういうのが好きというか、つまみがなるべく少なくて、うんうん、あとなんかもうちょっとこうだったらいいのになっていうところでプラスワンで使いたいと。ああ、そうだね、 あとちょっとみたいなところだね。そう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 、この人確かに。そうなんですよ。まあ、なので、こういうふうなものを今回紹介してみようかなと思った次第でございます。はいはい、まあ、で用途は割と広いんじゃないかなと思います。うんうんうん、難しくもないのでちょっとずつ使ってあげると、やっぱりそこですよね、あの、うん、ハードウェアエミレーション系のいいところは。そうですね、簡単、簡単は正義です。はい、はい、というわけで、ぜひ、お試しいただければと思っています。はい、というわけで今回はプラグインアライアンスのデンジャラスバックス EQ をご紹介しました。はい、はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。